ご通行中の皆様おはようございます。私は自民党の参議院議員の西田昌司でございます。ただいまにこの場をお借りいたしまして、朝の街頭遊説をさせていただきます。しばらくのご清聴よろしくお願い申し上げます。さて、今日から5月1日ということで、もう早くも4月が終わり5月になりました。今国会の方は参議院の方で予算委員会の審議が行われているわけでありますけれども、昨日今日とは地方の公聴会を行っております。明日が中央公聴会、そして連休が明けましてから火曜日から今度はもう一度参議院の方で総理を入れての集中審議を行っていき、15日をめどに採決を行いたいと、こういう状況になっているわけです。衆議院の方ではすでに予算が成立しておりますので、自動的に一月後の5月15日には予算が成立するということに憲法上なりますので、参議院の方でもこの一月の間になんとか採決をしていきたいと、こういうふうに考えているわけです。で、私も5月の8日の水曜日に自民党代表いたしまして、総理に対しまして質問をする機会を得ております。この時の集中審議のテーマといいますのは外交安全保障、そして TPP と、こういう今非常に大きな問題になっているところを質問するわけでありますけれども、ぜひとも皆さん方にもこの5月の8日 NHK でテレビ中継がされますのでご覧になっていただきたいと思っております。さて、この連休といいますと、この4月29日かつて天皇誕生日にありましたけれども、昭和の日ということで、そして5月の3日が憲法記念日という、非常にこの歴史的に意味のあるこの日がこのゴールデンウィークに並んでいるわけであります。で、そしてそれに先立ちまして4月28日実は今年初めて政府主催で主権回復と国際復帰を記念する日ということで、この式典が行われたわけであります。これはほとんどの国民が忘れているというか意識をしていないわけでありますけれども、実は昭和27年の4月28日までは日本はアメリカに占領されて自分たちの主権がない時代だった。主権がないというのは要するに最終的決定はすべてアメリカ GHQ が判断を下す。日本はその判断に沿って、形としては自分たちで法律を作ったり行政を施政しているように見えますけれども、最終的な決定権は全て GHQ の手にあったと、そういう占領時代が6年半続いてきたわけです。それを終えて4月28日にようやくこの主権が回復したということであります。もう61年になりますので、ほとんどその占領されていた時代のことを知っている人がだんだんいなくなった、これが実態であるわけですけれども、もう一度そのことを思い返してみようじゃないかと。で、それは今憲法改正ということが言われたり、それからさまざまなこの日本をめぐる日本の周りでも安全保障をめぐる問題があります。北朝鮮の核開発から、中国の尖閣の問題、いろいろな安全保障上の問題ありますけれども、こういう事態を引き起こしてきた一番大きな原因というのはまさにあのかつての大東亜戦争、そしてそれが敗戦に終わってから6年半の占領時代に作られた仕組みの中にあるわけで、もう一度そのことを国民が思い起こして、そのことをお互い確認し合わりませんと、なかなか国際社会の中でも話が通じていかないわけです。で、そこで我々自民党では、昨年がちょうど60年終戦から、そして占領されて60年占領が終わって60年目の年が昨年だったわけであります。昨年はまだ自民党が政権をゲアしている状態でありましたから、我々にその決定権なかったんですけれども、なんとか民主党政権下ではあるけれども4月28日にこの占領が終わって60周年の記念式典をやろうじゃないかと、そして今言ったようなことをしっかりと国民に訴えていこうということで、自民党の中で議連を作りまして、自民党の野田武
衆議院議員が会長となりまして、私が事務局長で、実は水面下でいろいろこうしたことの協議を行ってきたわけです。まあ、残念ながら民主党政権ということで、まあ、これは実現できませんでしたけれども、今年は昨年に自民党の政権が復帰をいたしまして、安倍政権が誕生したと。でそのことを受けて、なんとか、まあ、61年目のこの記念式典をやってみようじゃないかということで、政府にも要請をしてきたわけです。そしてそれが叶いまして、初めて戦後初めて実はこの式典ができたわけです。で戦後初めてと言いますのは、実は昭和27年の4月28日、まあ、この時も実はそういう政府の式典などほとんど何もされていない、まあ、東京ではほとんどそういう行事がなくて、まあ、地方で、まあ、京都ではその当時の新聞調べますと、お寺の鐘をついて、まあ、除夜の鐘ではありませんけれども、昭和27年の4月28日の午後10時30分をもって占領が終わると、まあ、そういう条約であったわけでありますので、まあ、そういうお寺の鐘をついてそのことを記念したということが出ておりましたけれども、ほとんどそのことを祝うというような式典はなかった。まあ、翌4月29日が天皇誕生日でありましたから、まあ、そのことをお祝いする式典はあっても、この占領が終わったということを実際に国民の中で、まあ、このことを歓迎するという式典がなかった。その背景にありますのは、実は、まあ、その当時の時代背景にあります。まあ、一つはアメリカと単独講和をして、この4月28日にこの日本は世界国際社会に復旧したと。しかしその当時、まあ、社協勢力、共産党社会党の勢力が非常に強くて、世界は、まあ、ソビエトのこのソビエトとアメリカ陣営に二分されていたわけでありますが、まあ、この日本におきましても社会党共産党の勢力が非常に強くて、日本はアメリカと単独講和じゃなくてソビエトや共産主義国とも講和すべきだと。でその条件整っていないということで反対する人がいたわけです。しかしこれは今となってみれば全くの杞憂であって、あの時日本がアメリカとの単独講和であっても講和条約を締結をして国際社会に復帰する、そして西側諸国の一員として国際社会に、ありがとうございます、復帰するということが非常に大事だということは、結果的に良かったということを、正しかったということは歴史が証明しているわけでありますが、あの当時はそういう、まあ、諸教勢力が強かった。そのために、まあ、これを一方的に歓迎する空気じゃなかった。それともう一つ大事なことは、日本がこの占領が終わったといっても、そのままいわゆる進駐軍、駐留軍は残ってきたわけです。それは在日米軍という形で、今度は安全保障条約が発効して、そのままアメリカ軍は日本に残っているということが、この安全保障条約で決まっていたわけで、安全保障条約、日米安保条約が発効したのもこの昭和27年の4月28日です。そしてそれから今日までずっと来ているわけなんです。で私はもう一つ不思議に思いましたのは、今日のこの、まあ、先日のこの4月28日の記念式典に対して、沖縄屋の方々が中心となって反対してるんだということが、まあ、非常に大きく報道されておりましたけれども、その当時昭和27年4月28日の新聞社説をずっと私見てきたんですけれども、ほとんどの新聞でこのことが書いてなかったのにはちょっとびっくりしたわけです。つまり先ほど言いました単独講和についての問題は書いていましたけれども、この沖縄小笠原奄美の問題についてはほとんど私が見た限り書いてなかったということを非常に驚いているわけです。しかしこれもまた事実でありまして、日本の本土は昭和27年の4月28日にこの独立を回復したわけでありますけれども、奄美諸島、それから沖縄、そして小笠原諸島、まあ、これらの地域ではその後何年も本土復帰が遅れるわけです。特に沖縄におきましては20年遅れて
昭和47年の5月15日になってようやく本土復帰をするという非常にまあ痛ましい、そしてまあ非常に大きい重たいこの苦渋の時代が続いてきたわけであります。まあ、そういうことを考えますと、この今日の沖縄県民が非常に4月28日を祝うというような気分になれないというのも、まあ、当然といえば当然のことだというふうに私も思うわけです。でそのことを考えますと、まあ、沖縄が背負ってきたこのさまざまな問題、ありがとうございます、まあ、このことを私はしっかりともう一度この4月28日を思い起こすことによって沖縄の問題も振り返ることができると思うんです。で沖縄ではこの終戦末期昭和20年4月の沖縄のこの戦いで米軍と大変な地上戦を行ったわけであります。そして最後に沖縄の守っていたこの司令官太田稔中将が自分たちが最後自決する前に伝聞をこの大本営に送ってくる、まあ、これが有名な伝聞であるわけですけれども、沖縄県民各戦い率、ね、後世願わくば県民に対して格別の後輩ご後輩の賜らんことをということを最後の伝聞として送ってくるわけです、まあ、沖縄県民が非常に決死の決死隊として、まあ、本土を守るために、まあ、沖縄が犠牲になって地上戦で玉砕していくと、まあ、その様子が伝えられているわけです。そしてそのおかげで日本全体は沖縄のこの強い抵抗、そして硫黄島とさまざまな地域での玉砕を含めてアメリカ側が日本というのはこのまま安易に占領することはできない、まあ、そういうことで沖縄の徹底した抵抗が本土の実はこの分割統治にならず、そして間接統治という形で天皇陛下がそのまま残る形で今日の日本が出来上がってきたわけですけれども、そのまま一番大きな犠牲となったのが沖縄の方々であったということも我々忘れてはならない、まあ、そういう意味では沖縄に対して後世が格別のご後輩をという、まあ、このことを我々遺言としてしっかり受け止めていかなければならないと思うわけなんです。しかしまあそういうことも含めてほとんどそういう歴史が我々の今の日本人に教えられていないわけであります。従いましてこのことを知らないまま、まあ、沖縄の基地問題があるわけですけれども、まあ、基地問題でのことも含めて、まあ、歴史を知らないとなかなかこの沖縄問題というのは我々日本人全体の問題として共有することができない。そしてもう少し言うと先の尖閣の話も、そして韓国との間の竹島の話も、実はこのあと日本がアメリカに占領されて、かつて日本が施政をしていた地域というのはそのままアメリカ軍に継承されるわけであります。そしてその中で一部はソビエトが占領したり、そして一部はアメリカが占領したり、まあ、このガム島をはじめ南太平洋の島々は日本が国連から委任統治を受けていたところですけれども、まあ、こうしたところも施政権がこのもう一度剥奪され、結局アメリカの施政権に移るわけでありますけれども、まあ、そうしたことがあり、そして昭和27年にもう一度独立を回復するわけでありますけれども、まあ、独立を回復したときに、独立を回復する直前にこのいわゆる李承晩ラインというのが引かれて、竹島は自分たちの韓国のもんなんだということが言われたと。で独立を回復する直前といいますのはアメリカが施政権を日本の中で引いていたと、まあ、それについて何ら抵抗がされないままに、まあ、黙認する形で竹島は取られてしまったと。で日本が独立を回復した時にはすでに竹島は韓国に占領される形になってしまっているということが今日の問題の始まりであるわけです。そしてさらには尖閣の問題につきましても、もともとはこれは日本が長い間住民がそこに住んで生活をしてきたわけでありますけれども、まあ、この日本がその自分たちの領土の中に組み入れた時というのはちょうど日清戦争で中国かつての清、これに勝った、まあ、その時期とちょうど重なってくる。でその時期に
戦争によって取ったわけではもちろんないわけですけれども、日本の圧倒的に国力が強かった時代であります。その時代にここを自分たちの領土に組み入れてきたと。でそしてその後ずっと日本人が住んできたわけでありますけれども、昭和16年の大東亜戦争が始まる直前に、この地域あまりにも本土から遠い、沖縄本島からも随分離れたところにありますから、そこまで全てを日本が守りきるのは大変なので、日本の本土の方に戻ってくるようにということで住民が住まなくなった。住民が住まなくなった後に今度は戦争に負けてアメリカの施政下に置かれていたと、その間も当然日本の領土の一部としてアメリカがそこを支配していたわけでありますけれども、その時には何にも中国も行ってこなかったわけですけれども、1970年代になってここにこの海底に地下資源があると、そういう国連の調査報告が出てくるようになると、自分たちがこの地域の領有権あるんだということを、突然言い出してくるわけです。でそしてその背景にありますのは、今日特に強くこの領有権を主張して、ここは自分たちの核心的利益だとまで中国言い出してきてますけれども、その背景にありますのはまさに自分たちが国力、経済力、軍事力ともに日本を完全に上回って、これからアメリカを上回ると、そういう自信、そしてそれからそれと同時にそれだけ大きな国力を維持するためには大変な人口もそして産業も育っていかなきゃならない、そのための資源が必要なわけで、彼らにとってもまさに死活問題という形で、国力を上げてここを自分たちの領有権を主張しだしてきているわけです。そういうことを考えてまいりますと、日本は今、昨日もアメリカとの間の話で、この尖閣は日本の領有権と、それがアメリカも認めると、つまりこの日米安全保障の条約の適用範囲内であるということが確認されておりますけれども、この地域の自分たちの施政権、領有権、主権が及ぶ地域であるということをしっかり国際社会に言っていくためには、国際法とか歴史だけではなくて、自分たちにその意思とその力がなければなかなか認めてもらえない。日本ではそのことが自分たちの意思と力というよりもアメリカの意思と力で、占領されている時代は、されてきたわけですけれども、終わってからも占領が終わってからも自分たちでこの自分たちの国を守るという、仕組み、特に防衛力が十分でなかった、またそれをしっかりと機能させるだけの法の整備もできていない、そのことが手かせ足かせとなって今日の状況を築いてきているということも言えるわけです。そういうことがあって、憲法改正、これが今日言われるようになってきたわけであります。安倍総理も次の来るべき参議院選挙では憲法改正を一つの争点にしたい、こういうお話になっているわけであります。で私も憲法問題についてはたびたび申し上げてきましたけれども、憲法改正というよりも今の今日のこの憲法自身に日本国憲法たる果たして資格があるのかと、そもそも占領中に作られた私たちにこの主権がない間にアメリカの意思で作られたものが憲法として使われるということ自体、論理矛盾であるわけなんです。で、この憲法を考えてみると、憲法というよりもアメリカが日本を占領している間の占領基本法と、当時もともと大日本帝国憲法というものがあって、その法体系で日本の施政はされてきたけれども、それを超える、占領基本法としてこの大日本帝国憲法がの上にこの解釈をするために日本国憲法が作られたと、そう考える方がより自然なわけであります。それぐらいその時代のアメリカの力は強かったわけです。で今日新聞見ておりますと、ある最高裁判決が出ておりまして、それは占領中にレッドパーチ、いわゆるこの共産主義勢力が公職から追放されると、こういうことがあったわけですけれども、それを受けてきたと、自分たちはそういうレッドパージを受けてきたけれども、これは憲法違反だと、つまり日本国憲法の基本的人権をこの
動かすもので、これは無効であるということを最高裁まで争ってきた方がおられるんですけれども、これはもう最高裁がその上告を退けるという判決がありました。それはどういうことかというと、その当時は確かに憲法違反には間違いないけれども、その当時はその憲法ではなくてアメリカ軍の言うことに従わざるを得ない、そういう状況にあった、だからこれは憲法違反とは言えない、あの時代仕方がなかったんだと、まあ、こういう判断なんです。つまり最高裁自体も憲法があっても憲法に勝る力がその当時日本にはあって従わざるを得なかったということを認めているわけなんですね。でそのことを考えますと、まさに今の日本国憲法ができた経緯そのものが日本国憲法違反なわけなんです。でそう考えてみると、今日のこの日本というのは本当にまだ占領の仕組みがずっと続いてきていると言っても過言でない、まあ、そういう非常におかしな、まあ、独立国としては、まあ、先ほど独立から61年だって言いましたけれども、独立国としてはまさに不十分な非常に不安定な法律の仕組みの上にまだ日本はあるということなんです。でそのことを考えることが憲法を論じる一番大事なことだと思っています。まあ、世間では96条といういわゆる憲法改正の手続きを、まあ、衆参両院の3分の2の発議で受けてこの憲法改正が上程できるとはありますけれども、それはあまりにもハードルが高いから2分の1に変えようじゃないかと、そしてあとは国民投票にかけるという形でいいじゃないかということが言われてるんですけれども、私はそういう考え方以前に、そもそもこの憲法がいかなる経過でできたのか、まあ、最高裁の判決もありますように、あの時代が非常に日本人の主権が侵害されている時代だということは最高裁自体も認めているわけであります。まあ、その時代にできたものが果たして憲法と言えるのか、でそこをしっかり議論していかないと本筋が見えてこないと思うわけであります。まあ、いずれにいたしましても、こうしたことを、まあ、憲法自体を議論すること自体がそもそもこの戦後の日本ではできなかったわけです。まあ、この頃になってようやく憲法論が議論できるようになりましたけれども、つい数年前まではこういう話をするとした途端に、まあ、その政府の例えば大臣副大臣とやっておりますと、その職が首が切られてしまう、まあ、政治家も辞職を余儀なくされるような、まあ、そういうとんでもない言論統制が、まあ、暗に続けられてきたわけであります。まあ、こうしたことも含め今自由に議論ができるようになりつつありますけれども、そうなって初めてこの憲法論が憲法の話が議論できるわけでありまして、それもついこの5年10年の間であります。まあ、そういう意味で言いますと、まだまだ憲法というのは国民にとりまして一体何であったのかということを議論するにはもう少々私は時間がかかるような気がするわけでありますが、まあ、いずれにしましてもこの96条改正ということを通じて議論が深まっていくとするならば、それはそれなりに非常に意味があることだと思っています。まあ、今安倍内閣が取り組もうとしている問題はまさにそういう戦後のタブーとなってきていた、まあ、なかなか議論ができなかった問題でありますけれども、こうした問題まで踏み込んで議論をしていこうとされています。ロシアとの間の北方領土の問題、中国との尖閣の問題、竹島の問題、まさに戦後からずっと残ってきた大変大きな問題が今政治の訴状に上がってきているわけですけれども、これ一挙に解決しようと思ってもなかなかいきません。さまざまな抵抗が出てくるでしょう。しかし粘り強く、そして国民にこの問題の元になっているのはそもそもあの戦争が終わってから後の占領時代の名残で、その時のことをもう一度思い起こしていこうという、そういうまあ歴史をもう一度振り返ってみる、見て初めてこの問題の全体像が見えてくるわけでありますので、しっかりそのことを国民注視の中で議論をしていかなければならないと思っております。まあ、そのためには安倍政権がしっかりと国民の支持を得て安定した政治を行っていかなければなりません。今衆議院の方では、まあ、圧倒的な多数を得ておりますけれども、参議院ではまだ多数が自民党にはございません。今年の7月に予定されている参議院選挙で自民党が衆参両院で
安定過半数を取って初めて政権が安定して、今私が申し上げてまいりましたような戦後のさまざまな問題、さまざまなこうした問題の本質的な議論をすることができる体制が作れるわけでありまして、ぜひとも皆さん方にご支援を賜りたいと思っております。私参議院議員の西田昌司も今年の7月に改選を迎えるわけでありまして、安倍総理をしっかりと支えていくためにも皆さん方にしっかりとご支援を訴えていきたいと思っております。今後ともの自由民主党に対しますご支援を心からお願いを申し上げまして、私自民党の参議院議員西田昌司からの街頭からの訴えとさせていただきます。続きまして秋田浩二京都議会議員より地元の問題につきましてもお話をいただきますので、今しばらくのご静聴をお願いいたします。